もうすぐ始まるな、仁散歩。初めての冠番組やからな、嬉しいな。でもな、あのディレクター大丈夫かな。すっごいテンパってたからな。編集ちゃんとできてるかな。散歩番組は編集大事やからな。あ、仁散歩、あ、もう始まるよ。あ、時間になった。仁散歩見よう。あ、始まった。仁散歩。こんな番組したかったんや、俺。さて、記念すべき第1回目はここ駒込駅にやってまいりました。駒込行った、僕はですね、駒込初めてなんですけども、今日は一体どんな出会いがあるんでしょうか、ブラブラ散歩しながら歩き尽くしたいと思います。あ、いいやんか。では早速行きましょうか、あっち行きましょうか。いい感じ。さあ今日は一体どんな出会いがあるんでしょうか。そう、ね、のんびりブラブラ歩いていきましょう。あ、いい子、散歩番組っぽいな、これはね。はい、ベレーす。どこ使ってんねん、どこ使ってんねん、これ。いや、ロケバスの中に飛び込んだよ。ゆっくりドアを閉めるな。カットせえ、こんなとこ。絶対使ったが。結構歩いてきましたね。歩いてへんやないか。ロケバスあるやないか。じゃあまたブラブラしたいと思います。いや、もうあかん、こんなむちゃくちゃや、こんな編集。あ、お肉屋さんですね。いや、こっから頼むよ。まず陣内さんがやってきたのは、地元の人に愛される昔ながらのお肉屋さん、肉の本田。肉の本田さんね。あの、メンチカツ一つもらっていいですか。ありがとうございます。うわ、美味しそうですね。あ、これ美味しかったな。メンチカツいただきたいと思います。いただきます。一体どんなお味なんでしょうか。きっと外はサクサク、中のお肉がジューシーでとっても美味しいんでしょうね。私も見ているだけでよだれが出てきちゃいました。このメンチカツ、駒込散策の食べ歩きグルメとしても大人気なんですって。テレビの前の皆さんに美味しさも伝わるようにしっかりレポートしてくださいね。ナレーション多いこれ。お味はいかがですか。すいません、ありがとうございました。終わってもうたやない。いや、長いね、ナレーションが。めちゃくちゃやな、こんな編集。俺もコメントないやん。あれ、これ衝撃映像まで5秒前。何してくれてんねん。使うな、こんなところ。いや、よくあるけど、これ意味ちゃうわ。スタッフが美味しくいただきましたって絶対使ったらあかんやん。これ意外とね、路地に入ったらね、住宅街になるんですね。大丈夫かこれ。いや、そうや、あくまでも個人の感想や。こんなん出さんでええねん、いちいち。カットせえ、ここ何も言うてないわ。さあ、続いて、やってきましたのは、いや、ロケバス、こちらですね。ロケバス行ってる。ビッグギエンですね。また乗ってきた、ロケバスで。東京の特別名勝に指定されている大名庭園、陸義園、頼むよ。こっから中でも見どころなのは、このしだれ桜。そうね、そうそう、しだれ桜。カレカレ木やん、ただの。高さ15メートル、幅およそ20メートルのこの桜は、まさに陸義園のシンボル的存在なんです。いや、ゆっくり見せても木や、ただの。満開見せろ。ちなみに去年の今頃はこんな感じ、いや、一緒や。去年の今頃やったらあかんねん。4月から5月も満開読みたいねん。あー、綺麗な。大丈夫かこれ。あ、これ見てください、これ、梅。わー、綺麗な梅。梅、あ、梅は中国原産で、いいね、繊細な枝ぶり、グーガな花つきは、人々に愛され、万葉集などに多くの詩歌が歌われています。こういう情報入れていくのいいよ、散歩番組っぽいな。いや、でも本当今日はええ天気やな。天気いらんやろ。ある場所のある時刻の気象の状態、知ってるわ。晴れや雨、曇り、雪などがあります。いや、知ってるわ。どんな説明やねん。なんか清々しい気持ちになりますね。気持ち、うせえ。物事に接した時に、いや、気持ちはええって。気持ちは知ってるわ。気持ちの説明せなあかん、こんな。自然を満喫した陣内さん、この後はどこをブラブラお散歩するんですかね。もう一目散に乗ってるやん、堂々と乗ってるやん。続いてやってきたのは、最悪やな。ちょっと入ってみましょうか、古着屋さん。こちらの古着屋さんが気になるみたいです。いや、頼むよ、こっから持ち直してよ。ちょっと普段着ないやつちょっと試着してみようかな。一体どんな洋服を選ぶんでしょうか。
行きまーす。じゃん。あ、CM の後陣内さんが大変身。こういう子 CM で引っ張りって大事やからな。さあ商店街にやってまいりました。いや CM 行けよ。お腹空きましたね。大変身どうなったんや。昼ご飯。いや変身を見せろよ。陣内さんこちらのお店でお昼にするみたいですよ。いやもうむちゃくちゃやこれ。ほったらかしな。やってきたのは中華料理の遠客。あ、遠客さん行かしてもらった。おすすめはこちらの担々麺。あ、美味しかったよ担々麺。手打ちの麺が絶品です。そうそうそう美味しかった。いや麺をあげろ。相場は麺をあげんねん。新元菜みたいなあげるな。なんかおすすめありますか。はい、ちょっと変わった唐揚げがございます。いかがですか。うん、変わった唐揚げ。はい。陣内さんが注文した唐揚げには。そうそうそうある驚きの食材が使われているんです。これびっくりしたな、まさかの食材だったな。見た目ね、普通の唐揚げなんですけど何が違うんかな。ちょっといただきます。何にも変わんないですけどね。美味しかったけどね。よくある唐揚げの感じが。さてお味は。うん、うん、美味しい。これ、うん、何も変わらへんけどな。これはびっくりするやろな。結構普通じゃないんですか。うん、いや、帰ると言われるまで出すな。いや、帰るって言うやん。帰るです。いや、視聴者どう見たいの。帰るですってこれ。いや、もう帰るって出てた。出すな、帰る。帰る。いや、絶対出すな、これは。恥ずかしいわ、知ってたけど。なんで出すねん、こんなテロップ。お口直しには、とっておきのデザートが。あ、もうこれあかん、終わったな、俺。いただきます。こんな番組絶対出たあかん、うん。そういえば5秒前、ね、中華でブドウって珍しいですね。何？どこで出してんの。いやブドウ食べてる時に大変身出されても視聴者どうしたらいいの。終わりや。いろんな出会いがあったな。今週の陣散歩いかがでしたか。めちゃくちゃやったわ。素敵な出会いや驚きがたくさんありましたね。いや編集に驚いたわ。次週の陣散歩は大丈夫か。あなたの街を歩き尽くします。いやロケバスで寝てるやん。